いはい、よろししくお願いしますあの市長は市民が薬局に対してどんなふうに考えているというかどんな印象を持たれていると思いますか豊、うん、中ではやっぱり薬局は処方箋をもらってお薬をもらっていくところ、うん、もらいに行くところというそんなイメージが大きいですね確かに私も何も持たずに薬局に行くっていうのは あまりないないって思ううのでそうでそすね、はい、あの特にね豊中は医薬分業になってますからやっぱりそうですねあのお医者さんにかかった時に処方箋をもらってそのお薬をもらいに行くところというそういったイメージがすごく 豊中では大きいですね。うはい、もう世の中の人本当に皆さんそういう印象を持たれてると思うんですけど、市長はその豊中市の薬局をどんな風にしたいって思ってますか？やっぱりあの薬局っていうのはもう私たちの身近な場所にありますから、処方箋がなくても気軽に立ち寄れる場所、えそしてねあの気軽に 処方箋をもらった病気のことだけでなくって健康とか介護とかあるいはそのほか医療についての困っていることなんかについて気軽に相談できる場所そういったところであってほしいと思いますねですので私はあの市民の皆さんの薬局に対する印象がそういったことによってね変わればなと思いますね。うん、はい 私もそうなったはい、はい、なかなかあの処方箋って書いてある薬局さんに行こうとしてもあのやっぱり処方箋持ってなきゃ入っちゃいけないのかなとかやっぱり薬局さんは自分の健康についてやっぱりね身近で気軽に相談できるところで あってほしいと思いますしまたあの市民の方もそういうふうな形で利用していただくことが一番いいと思いますね。あの健康や病気についてこう処方箋がなくてもフラッと立ち寄ってそして相談できるところそして、ね、健康についてあらゆる情報を手に入れられるところそういったことが豊中市の薬局の中で市民の皆さんの,その健康とか介護とか医療についての拠りどころになれば ありますね。はい、フラット立ち寄るというのは本当に今は考えられないなって私は思ってしまうんですが、えーえー、市長は薬局はどんな役割を担うべきだと思いますか。かまあ、処方箋の薬をもらおうともらう。まいと、やっぱり市民の皆さんの健康とか。まあね、医療介護についての身近なね。相談に乗っていただける。 役割え、ね、あのその部分がすすごく大切だと思いますね、うん、あの医療職の中で一番こうね話が聞きやすいあの話がしやすいというところもありますから、ね、そ,そ,そしてその中で言いますとやっぱり健康情報をやっぱりたくさん持ってはる薬剤師さんが常にいてくれてはるというそんなやっぱりね大きなメリットもありますんでね。 あの健康情報を発信する拠点としての役割、薬剤師さんの役割。これに期待したいと思いますね。あ発信をしてくれるっていうのは、すごく珍しいですよね。私たちから質問をしたら、答えてくれる薬剤師さんって多いですけど。はい、そうですね。自ら発信してくれるっていうことですか。うえー、こう薬剤師さんっていうのは、こう。医療だけでなしに介護や、うん。 あるいは健康の情報についてもトータルに、えー、頭の中に入ってある情報の方向でもありますんでねうんそういった点で言いますと、えー、健康情報が市民の方が気,気軽に取りやすいそんなあの拠点としてねやっぱり地域の身近な薬局っていうのを活用していただける場所となってほしいですね。 では健康情報の拠点としての役割を担うためにどんな取り組みをされているんですか、はい、あの豊中市は薬剤師会さんと協力して市内豊中市内ののにある87の薬局にデジタルサイネージを設置してます。うん、デジジタルサイネーでですすそうなんです、はい、えあんあまり 薬局にあるってイメージないですけど、デジタルサイネージはすごく広がってきてますよね。そうですね。デジタルサイネージって言えば、もう広告用に駅のね、構内とかにあるものをこう想像するんですけれども、そのデジタルサイネージを使えば、従来のポスターや看板などに比べて、より多くのね、情報を手軽に、そしてタイムリーに発信することができるんです。もう固定された情報でなくてね。 日々毎日変わる情報をすぐに受け取れるそういった、ね、メリットがありますね、はい、ポスターがこう置いてあるといつの情報か分かりませんもんね。それもリアルタイムに分かるっていうのはすすごくいいですね薬局に設置されたデジタルサイネージっていうのの特徴はありますかあのやっぱりね薬局のデジタルサイネージは健康情報のもうなんていうんですか方向。 ねまあ健康情報の図書館みたいなねもんですですんで豊中市や薬剤師会から発信されるフェイクのない正確な情報をリアルタイムに直に市民の皆さんにお伝えできる最強のね健康情報発信ツールであるというふうに考えています最強ってすごいかっこいいですねそうですね、はい、デジタルです、ね、<laughs> デジタルで最強なデジタルサイネージ、うんはい が設置されている健康情報を発信していくことのメリットってもっととあると思いますか、はい、あのやっぱりそのデジタルサイネージをご覧いただいた情報について、えー、聞きたいことやあるいはあの不安に思うことがあればその場でそこにいてはる薬剤師にねすぐに直接相談できるっていうそこがやっぱり薬局に設置してるデジタルサイネージの一番の、ね、強みだ。 と思いますね。デジタルサイネージって、こう歩いてたら見かけたら、こうつい立ち止まってしまったり。そうですね。はい、なんか動いてる映像とかあったら、はい、耳を傾けようって思いますもんね。そうですね。はい、ただそれを見るだけじゃなくて、あの自分で質問することができるっていうことですか。そうですね。あのデジタルサイネージを、こう見た、見ていただいた上で、その情報について。 って聞きたいことがあればやっぱり薬剤師さんに聞くことができる、うん、あの双方向なんですよね。あ,あの我々はこうデジタルサイネージをやっぱり設置した薬局では、こうその双方向という観点から、ね、健康情報のや拠点薬局っていうふうにね位置づけてこれどんどん進めていきたいというふうに考えてます。 ああ、そのリアルタイムに質問できるっていうのが、あの、タッチパネルで。そうですね。はい。聞けるっていうのがすごくいいですよね。はい、そうですね。うん。その情報、健康情報拠点薬局っていうのが、すごく新しいなっていうふうに思いました、はいで。そういう薬局さんが私の身近にもあったらいいなってすごく思いました。はい。はい、では、市民の皆さんと、健康情報拠点薬局の薬剤師の皆さんにメッセージをお願いします。はい。 市民の皆さんにはお近くにある健康情報拠点薬局を利用してご自身の身近なな薬局で健康についいいいてて考えてみるいい機会ととればと思います。そして薬局の薬剤師さんにはそんな市民の皆さんの健康サポーターとなって寄り添う中でかかりつけ薬剤師としての役割を担っていただけたらと思います。 というふうに、私はそういうふうに考えています。本当に健康情報拠点薬局が、もっともっと身近に、そして、いろいろな街で。広がっていくといいなと思います。はい、それが豊中市がきっかけっていうことが、本当に大きなことですよね。そうですね。うん、あの八十七箇所も、こういったデジタルサイネージを置いている。あの市は、なかなかまだないと思いますんでね。あの豊中発のモデルとなって。 そして全国に広がっていけばいいなと思いますね、うん。もっと皆さんがたくさん豊中に興味を持ってくださるといいなというふうに思います。はい、え本当に素敵な情報ありがとうございました。こ、はいはい、ちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。